はい、どうもミスター X です、朝からスピーチということで本日もね、朝からスピーチ取っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日が、2020年の1月26ですかね、1月26日だと思います。いつものね、家の前の公園で、子供と一緒にね、遊びながら動画を撮っているわけなんですけども、いやー、桜がですね、もうそろそろつぼみが大きくなるじゃないかなと。って言ってもまだ1月なんですよね。まだ1月でこの暖かさですから、今年はめちゃくちゃ暖かいですよね。はい、ということで、昨日からキメラゴンさんの、ノートですね、ノートの商品を拝見させていただいていて、そして同時にですね、私キメラゴンさんの、YouTube の方もかなりあと3本ぐらいかな、見れば全て一通りは全部ね、1回目は見ることができるというところになります。で、今の率直な感想は、いや、すごいなという感じですね。で、何がすごいのか、勉強量が半端じゃないということですね。まず使っている言葉、彼が YouTube で使っている言葉と、あとは何だろうな、ツイッターというかノートですか、ノートで、書かれている文章がとんでもなく、もう使っている言葉がすごい、なというふうに感じました。もう完全に大人顔負けというか大人以上ですよね。おー、ごめんなさい。まあ、こう考えるとですね、どれだけ大人が勉強してないのかっていうのが分かりますよね。うん、で、まあ、そんな感じでキミラゴンさんの話というかについては、別の動画でもね、どん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 お話ししてまいります。やっぱりマインドのところはやっぱりカモさん、鴨頭義人さんのカモチューブですね。マインドは完全にカモチューブです。で、そして、お金をしっかりと稼ぐ、でステップですよね、お金を稼ぐステップのところはやっぱりキメラゴンさんがね、ずば抜けてるかなと思いますね。1ヶ月足らずで、1ヶ月になってないですけど、もう1000万超えてますからね。で、15歳です。もうビジネスセンスの塊みたいなもんですよね。はい、ということで、朝からスピーチ、キメラゴンさんのこと、そしてカモさんのことについてもう少しお話しさせていただきました。今日もね、一日まだまだありますので、ぜひ有意義に過ごされてくださいませ。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございます。